イエーイ。マリ、今日さ、またさ、ちょっとすごいびっくりマジックやっちゃおうかなと思って。本当？この丸いか厚紙に書いた鳥と鳥かご、うん、これをね、鳥かごの中に鳥入れちゃおうと思うんだよね。え、どうやって？すごいでしょ、うん、本当に入れたらすごくない？すごい。よっしゃ、やっちゃうよ。前にまず使うものね、割り箸1本、うん、あと丸い厚紙に鳥と鳥かごを描いた、ね、上手で、あと両面テープとセロハンテープで、下準備は、まあ、あの丸く切ったものに描いておくことと、一つの方にね、両面テープ1個貼っとくといいかも。分かった。じゃあまず、片方の両面テープ貼ってない方にこう割り箸をこう刺そうか。こう鳥がね、ポンポンやってる鳥が下に来る、下がちゃんと向くようにね。はい、じゃあセロテープを下に、はい、はい、こんな感じ。そしたら、もう一個のやつ貼り合わせるんで、両面テープ、はい、こんな感じで貼ってるから貼りましょう。そうしたらこれをちゃんとあの正しい向きの方向にね、確認して貼り合わせる、うんうんうん、こんな感じ。これで完成。ちょっとできた。こんな感じね、うん、じゃあ今からこの鳥をカゴに入れるよ。ほんと？よく見ててね。見てる。いいよ。ほら入ってる。見えるか、カメラの君、見えるか、見えるかな。入ってるよ。入ってる、ね、入ってる。ほら入ってるんだよ。すごいでしょ。実際入ったでしょ。入ってた、はい。これ簡単に説明すると、こっちに描いた例とこっちに描いた例をこう回すとね、こう残像が残って絵が合わさってるように見えるっていう、うん、そんなねびっくりマジックだったんです。すごい、すごいでしょ。マイケルね、たくさんこういう手品まだまだ知ってるから、これからもチャンネル登録して次の手品チェックしてみてね。じゃあまたね、バイバイ。